「ワントゥーエイサー」この時間は。 エイサーの歴史起源などの豆知識を紹介しまたエイサーに関する旬な情報を提供する番組ですリスナーの皆様からのエイサーに関するご意見疑問情報もお待ちしておりますメッセージの宛先は七六一アットマーク f m c ドット j p 七六一アットマーク f m c ドット j p ですそしてエイサー会館準備室の Facebook でもメッセージを受け付けています皆様からの貴重なご意見お待ちしておりますワントゥーエイサーこの時間は一般社団法人 沖縄市観光物産振興協会エイサー開館準備室の提供でお送りします。今週のお相手は F.M. 小田みみりとおはようございます。エイサー開館準備室の前平と由子です。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいまだですね。あそうです豆知識にっていう調子でおしますね。それではもう早速いきますか。いいですか。はいはいどうしたんですかみミリさんなんかでは行きましょう。 淡淡ですね。はい、エイサー豆知識のコーナー。ーイエーイ。イーイ <laughs> はい。淡淡淡淡ですか。大丈夫です。はい。はい。<laughs> 今日はちょっとね、はい、私も緊張しますよ。私も緊張してます。はい。えー、今日はですね、豆知識、まあ、はい、いつも僕たちここであのいろいろ豆知識を紹介させてもらってるんですけども、はい、やっぱりそれができるのも。 調べてくれている方がいるおかげでできるわけでそそううだだ今日はそこの,ですねあの実際に調査をなさっている沖縄県立芸術大学附属研究所の教授でいらっしゃるえ熊田進先生にゲストに生で来ていただいていろいろお話を聞こうかなと思っておりまますすこんにちははおおよようございいろしくお願いしく願ます。 久保先生は昨日僕たちと一緒に飲んでましたんで。そうなんですか。まだちょっと二日二日余っております。じゃあ、沖縄市で、今日は。そうそうそう。昨日か、昨日。今日ね、昨日からちゃんと小座りして。今日の旅前乗りして。前乗りしたんですか。張り切っていただいて、ありがとうございます。で、あの、ね、いろいろと、おわちゃの、その。うん。エイサー会館準備室。では、ね、あの。 過去にのエイサーガイド養成講座をしたり、うんはい、あとはもっともっと古く言えば沖縄市は「エイサー360度」というあの本をエイサーのねいろんな歴史とか、えー、衣装とか道具とか、うん、そういったいろんなこう調査をまとめた本を作る時とかそういった時にに熊田先生に全部携わっていただいてもうお世話になっているんで、はい、えその熊田先生に。 初めてですよねゲストを出ていただくのはねこの番組は初めてですよねでここ数年は沖縄エサー祭りのねテレビ放送が後日ありますけどもその時に朝日さんと一緒に担当して解説をねなさっていただいているのでおなじみの方も多いと思うんですけどもその熊田先生に今日はいろいろと実際にどんな感じで餌をこう についいいてて調べているのかっていうのかうん、うん、まあすごい漠然とした質問になってしまうんですが <laughs>、はい、いろいろ聞いていこうかなと思うんですけども、はい、あの熊田先生、実際こうエイサーをについてこう調べ始めたというのはいつ頃だったんですかそうですすかそうね僕はね自分が学生時代から1980年代から沖縄通ってたんですけどね、うん、まあその時はもうちょっとエイサーより古いあのおばあちゃんたちが踊る。 あのウスデークっていう踊りがあるんですけど、うんうん、それを結構調べてたんですよね、<ー>だからエイサーはまだその頃はそれほど本格的には調査してなかったんですよ、まあ、しかし、沖縄であちこち行くと、夏休み来るとね、もう、うん、ほぼうで練習してますから、うんうん、それなりに見てはいるんですよねあじゃあ、最初のきっかけは別にエイサー直接っていうわけじゃなくて。 別の薄デークを調べる中で、エイサーがなんか見たのそうそう、薄デークだけじゃないんですけど、NHK で日本民謡体感という、それの沖縄編というね、本を作る仕事してたので、それで沖縄にもう何十回と、テープレコーダー持ってきてたんですよねでまあエイサーっていうのは、もちろん、エイサーの歌も一応民謡に入ると、人々の間で受け継がれた歌ですからね、それも民謡の一部なんですね。 だから、まあ、純ュながりとか、念仏の歌もあれば、いろいろ一部画とかね、楽しい恋の歌もありますし、うん、エイサーもひとあの沖縄の民謡の非常に重要なジャンルなんでもう、その当時、でもエイサーってあまり調べてる方っていらっしゃらないんですよね,ねいや、まあ,いあの、売られるんですよ、何冊かエイサーの本っていうのは出てるんですけれども、うん、まあやっぱりあのとにかくエイサーっていうのは数が多いんですよね。 もう沖縄中でまあ青年会がやるエーサーだって、多分何百あるか、年によっても時代によってもいろいろ増えたり減ったりもするけれども、うにもう300以上はあるでしょうね、私がもうこの25年間ぐらいであの見てるエーサーの数だって、多分何百もあるので、もう見すぎてこうだんだんこんがらがってきて、どれがどれだったかなっていうふうにもなるんですよね <laughs> あの。今まで久保先生が そのエイサーを調べてる中で、うん、あのここのエーサーぜ、ぜひ見に行きたいなと思って、実際に見に行った場所っていうのは、いなんかあると思うんですけどあい,っぱいありますけどね、まあ、なんとなくあの今は一般の方、皆さんそうだと思うんですけど、うん、エイサーって太鼓の踊りだと思ってるんですけども、うん、まあこうなったのは結構5、60年の話で、うん、それ以前ってあんまり太鼓を打たないエーサーも多かったんですよ。今でもあの名護とかかねそれから元武半島の 尊元部長のあたりではあの、踊り手が太鼓を持たないエイサーってあるんですね、うんうん、我々そういうの、あの手踊りエイサーって言ってますけども、であちらの地域では、今でもそれ、盛んにやっているので、うん、ただ、なんとなくエイサーフェスティバルとか、そういうものにあんまり出てこないんですよね、うんうん、なんとなく戦後、この沖縄市で始まったエイサーコンクールで、すごく太鼓の踊りだっていうイメージが定着したので、あまりその太鼓を打たないエイサーがこう、 エイサーらし,らしく見えないというと悪いですけども、やっぱりエイサーのもう主流は太鼓のものだっていうイメージがね、やっぱりこの沖縄市辺りを中心に発信されたので、うんうん、え非常にあのそういう印象が強くなったと、うんうん、だけど沖縄中回ってみると、まあ、古い形を残したエイサーなんかもたくさんまだ残ってるんですね。 ね、そういうのもね、この番組でも何回か、エイサーのゲータイとかね、手ほ、はい、ドレーサーがあってとか、そ地域の話もしましたけども、うん、そういうのってやっぱりねあの、意外と沖縄に長く住んでてもわからないよね、上記内の人はねなすそうですよね、それとあの、まあ、私、実はあの四国の高知っていうところの出身なんですけど、うん、沖縄の方って意外にあのエイサーをあちいくつも見るって難しいじゃないですか。そうかもしれないねの 自分の家の盆行事とか、うん、自分の地域のエー,サーがあるので、うんうん、あんまりふらふらあのお盆の時によその地域に出かけてると、怒られますよね、うんうんうん、それはあるかもしれない、れ <laughs>、はい<あ>お前、何してんだ、うん、って、僕らあの、大和ン中なもんで、まあ、その辺自由なので、うんうん、あちこちこう、はしごで見て回れるんですよね、うんうん、だからそういう意味では、あのちょっと、うちのうんちの方よりは、ちょその分は自由であの、数をこなせるというところがあるんですね。うんうんうん 昨日もだからその一緒に熊先生たちとこう飲みながら話してる時も、うん、あの今ま、ね、でエイサーって3ヶ月間青年,会青年会が5月の終わりぐらいから練習し始めてってやる、うんね、がっつりやってるじゃないですかでもその地域によってはあの1週間前ぐらいから集まって<え>そんなエイサーの練習っていうのは、ね、うしっかりせず、まあ、もう行ったらすぐ誰でも覚えられるような簡単な。 フリーで、はい、あの自由にその当日も老若男女の人が参加してっていう感じの,あの、まあ、ほのぼろとしちゃっていただけんだけど、はいはい、そういうエイサーもまだ、ね、地域によってあったりするとかね,ね話しあってうそういういのはだからむしろだからその今はすごくパフォーマンスとしてね、うん、すごくあのあの見事になって。 もう踊り方とか太鼓の回し方とかいろんなものがあのレベルが上がってるけどまあ5五6 0年前はそれほどじゃなくてもうちょっと緩いものであったとでただしその分あの踊り手もみんな歌とか分かっていて必ずあのまあ今でもエイサーエイサーヒアルガイエイサーとかいう林言葉って言いますけれどもそういう部分あの踊り手があの声をあの唱えるところもあるんですけども特にそういう沖縄本島北部なんか見るとあの踊りにあの重点を置くよりは歌を 踊りででも歌うことが大事なんですよ、うん、だから今はすごくそのなんていうかこう踊りのパフォーマンスの方にすごく進化してきたんですね、はい、この何十年かで、うん、そういうふうにエイサーもこの近現代の中で結構時代によって変化してきてるんですねこういうのなんか もっとちっちゃい時に知っとけばよかったなと思う時もあるけど、大人にないと興味が出ないというのもね、ね <laughs> あるんだけど、でも実際、先生、これで調べながら、あのやっぱりね、さっきも見たように県外出身じゃないですか、うんで、結局、あまり文献とかってやっぱり残ってないじゃないですか、その英才に関するもの、そ,ね、それを調べるってなると、やっぱり聞き取りがメインだ、うん、やっぱりり、ね、聞き取りでまず見てみて それからあの意外にその現在、エサを踊っている現役の若者は知らなくても、周りで OB とかいるじゃないですか、交通整理、手伝ったり、そういう人も、いや、自分たちの時はこうだったよとかね、それからおじいちゃん、おばあちゃんがいたら、いや、私らの時はもうと違ったエサやってたとか、そういうふうにちょこちょこギャラリーでもいろんな年齢層の方がいらっしゃるので、そういう方にちょっと聞くと面白いことが返ってきたりするんですよね、そういうのをいろいろ拾い集めてみると、その地域は今はこんなエサやってるけど、 年前30年前はもっと違ってたっていうようなことが分かったりするんですねうん、うん、それから公民館にすごい古い、50年前のエイサーの記念写真がこうあったりね、うんうん、あれ大事なもう第1級資料なんですよねそうすると、50年前の記念写真だと、三審が何人いたとか、うん、あれ女の子がなんかたすきしてるとかねうん、うん、今ではあんまりね、うん、女の子もあんまりたすきするとかこ、の辺ないでしょまあ少,ない少ないですよ。 昔はあの浴衣の上にたすきで、あまり袖がひらひらしないように踊りやすくするのが、結構当たり前だったそういうね、あので写真とかも結構でも残ってないんですよね、んなんか公民館建て替えたときにどっか行って分からなくなったとかね、うそういうのもありますよね。あのの、ね、今外準備室の中でもあのし まあ資料収集として、うんうん、今あるのは第、第多分七7え、違うな、22回ぐらいの、うん、第22回の映像しか今、古いのはないので、あそれビデオですか。そうういいいっった感じののととかか、ね、古い映像とかっていうのは どっかにまだ眠ってますかね、先生。あるでしょうね、だから、あの、ね、ラジオをお聞きの皆さんでもね、うん、家の中で。白黒の古いのが出てきたっていうと、うんうん、ぜひエイサー会館準備室にね、ね持ってきていただきたいですよね。<ー>逆に、あの、外国の方もあの、頃いたので。<ー>もしかすると、あの、前持ち帰。 って方が連絡ああっったたりとかもあったのでちょっとワールドワイドに今度、問いかけてみてもいいかなと、ね、確かに県内で探す、意外とその当時は、多分そういう米軍関係者とかの方が多分そういう機材とか持ってたそう、最近、多分米軍関係の方が撮ったような、あのビデオじゃなくて、8ミリフィルムっていうのでね、<ー>発見されたりして、<ー>まあ音がなかったりするんだけど、<ー>そういうのがユーチューブに上げられたりしてますね、最近ね、<ー>非常に面白い映像を見ることができますね、最近。ん だまだまだもしかすると、じゃあ、エーサーに関しては、どんどんやっぱり調べていくところは大きいんですかあるでしょうね、うん、ますます、だから、そういうの、エーサー会館が整うと、そういうの皆さん、皆さんのお宅から出てきた、そういう資料がね、うん、ちゃんと保存できて、しかもみんなで見ることができるようになれば、うんうんね、ちょっとなんか番組の趣旨が違ってきたような感じがするけども、それを発信していく番組、はい、ゃあ,あの エーサー Q&A とインフォメーションは、じゃあこの後ですね、はい、あのあまだでも1分半あるかあ、じゃあちょっとしばらく先生の話、また聞いて、はい、後半に Q&A とか回してもいいですか、せっかく先生いらっしゃってるので、実際、じゃあ先生、あのこれからまだなんか調べたいことってあるんですかエーサーにあ,ありますね、それはあの一つには、ね、あの1998年にエーサ三3 6 0度という本を作ったんですね。うん、これは沖縄市の観光家 から出したんですけれども、はい、でもでもう17年前なんですよね、うそうするとやっぱり17年経つと、いろんなそれぞれの青年会のあり方も変わったりとか、新しい青年会ができたりとか、うん、それから今はあんまり餌はーー踊らなくなったりとか、うん、ずいぶん変化があるので、うん、やっぱりこれはね、20年に1回ぐらいあの、まあ、やらないといけないんですよ確か1回調べたら、うん、終わりじゃないですよね。そうなんです だからあの現代版の21世紀版のエイサー360度ってのをまた作らないといけないと思ってますし、うんね、それと今はねあの、県外とか海外のエイサーがすごく増えてるので、ただあの、県外は意外に話は聞くけど、全部つぶさに見たことがないんですね、まだあの県外、日本国内でどれだけのエイサーのお祭りが行われているかっていうのを。 ちゃんと調べた人いないんですよ。これもセザともう10秒しかないので後半の方でまた話を聞きたいなと思います。はい。この番組はエーサー会館準備室の提供でお送りしました。